はい皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、あなたは自分を知ってビジネスを発展させることにいくらまでお金を投資できますかというテーマについてお話をしていきたいと思います。えー、これをお話しするテーマは に対してはエピソードがちょっと2つほどありましてです、ねまあ,あのこちらの方をねシェアしたいなというふうに思うんですけれども、まあ、いろいろな、えっと、私昔からはな習い事も含めてですけれども、えー、自分が学生時代とかって自分で自由にお金を作り出すことができなかったので、まあ、アルバイトでねあの時給515円ですよ当時。<laughs> 3時間働いても1530円45円か。 ぐらいな、あのー、アルバイトのね生活をしている中でで稼いだお金はほとんど参考書を買うお金に消えていたりとかして塾とかにも行くことができなかったので学びっていうものに対しての投資という,う感覚がすごいねお金を出すそしてそれをリターンを得るっていうことにはすごく貪欲だったんですよ昔から。それは もうなけなしのお金を払ってリターンが欲しいから払うわけですよね例えばなんでしょう塾とかは行ってないけれどもなんか参考書を買ってプラスアルファで勉強してとていうことに対してのリターンは、まあ、あの学校の合格だったりとか就職でいうと就職試験の合格とか、まあ、そんな感じにおそらくなるんじゃないかと思うんですけど何かしらこう成果が欲しくってお金を払う場合っていうのは多分、成果に向かってお金を払ってると思うんですよね。 で現状をやっぱ起業したい方っていうのは昔よりものすごく増えているんですよね。で増えているんですけれどもそのお金のまず2種類の方がいてお金の使い道がまあ上手じゃないなというかもったいないなと思うお金の使い方する方はまず。 お値段はそれなりに高い、例えば30、50、100、150とかいろいろありますけれども、あこれ、ま、万万です,、ね、全部です150万とか100万とかで、そういう何か経営塾とか、企業塾とか、私の主催でいうとアカデミーっていう名前のものがあるんですけど、そういうものお金払うじゃないですか、3か月。で、その3か月、めちゃめちゃやりきって、 その投資した金額以上の稼ぎを例えば1年以内に立てるとか1年半でもいいですよっていう思いで学んでるかどうかっていうことがまず一つあってでこれがあのできてない方っていうのは、まあ、企業塾ジプシーとか経営塾ジプシーとかそういう部類になってっちゃうんですよね。 つまりあの、なんか払って安心っていう感じですかねあの払っても自分が動かなければ絶対に成果は出ないのでその塾とか、まあ、場合によってはコンサルにお金を払う場合もあると思います私もコンサルタントなんでね、あのお金いただいてますけれども払っても成果を出せない人ってやっぱりその成果を出すっていうことに対する執着心が薄い人だなと思ってます。私、 成果出すすんですよなぜ出すのかってお金払ったお金がそれこそ自分にとってなけなしのお金だったりとかとても大事なお金だったりしてそのお金を払って得たいものがあるから払っていることをちゃんと自覚しているからそういうお金の使い方をするんですよね。なのででまずその自分がどういうい状態で そのね、お金を使っているのかっていう学び特に学びの方ですねそこはきちんと投資回収の気持ちを持って、まあ、使ってるかどうかっていうことがまず一つあるんですね。でそうするとその金額が高いか安いかっていうのも、まあ、高い安いとか人によって <laughs> いろいろあると思うんですけれどもその時の自分の経済状況の中でも 結構これきついなっていうところで払えてかつそしたらそのリターンが5倍ぐらい来そうなぐらいにできそうっていうものの時が、まあ、一番こう余裕すぎる時に払う学びってなんかね適当になりがちですね割とだからもうギリギリのところですごい頑張るって決めて頑張る人の方が 頑張るなっていうふうに思っているんですよ。で、その自分を知ってビジネスを発展させるっていうことは。とても大事で、この客観視っていう視点がどれぐらい大事なのかっていうちょっとエピソードのね。二つお話をしたいと思います。えっと、まず一つは、えー、っと、まあ、あの、私自身の例なんですけれども。えっと 私自身もコンサルタントなんですがさらにその上のコンサルタントと呼ばれる方にお金を払っていろ,いろなこう、うんな考え方とかビジネススのの構築のアドバイスご指南をいただくんですよねでそうすると、まあ、当たり前ですけれども私よりそのビジネス経験が長く広い知見と視点があるので私が思っている視点じゃない。 視点からのアドバイスも当然いただけけるわけですよね。で、そうすると新しい視点に気付くっていうことは自分が自分で分かってなかった視点に気付ければ当然そこの売上げの上がるとか新しいビジネスを作り出す一つのきっかけになりますよねそこの範囲が広くなればでそのアイディアって自分の中だけでは出ないものってすごく多いんですよね 私も今またあの新たにまたちょっと大きくビジネスを発展させようかなと思って今までの自分のし積み上げはもちろん積み上げそれをベースにさらにどう発展させることができるかでそのやり方もしかもとても効率よくつまり目指すところは売り上げは増大するんだけれども自分の働く時間は半減に近い状態とあと動いてお金をもらうっていうシステムから えー、動,動,動くっていうかう仕組みに動いてもらってお金が回っていく仕組みを作るこれ3つやりたいと思ったんですよ、まあ、これ、まあ、それなりに大変なんですけどね <laughs> でこれができるようになると、まあ、それこそ世界中どこにいても、まあ、仕事が回るし働く時間は二分の一でできるなという。その道筋が 自分の頭の中だけだと明確に見えなかったんですよねで先日、まあ、そういったコンサルタントの方と出会って「私はこうしたいんです」っていう話をしたら、まあ、その道筋をきちんとお伝えいただいてでそれも私もできるなと思ったんですよで人の願いってどうして叶うのかっていうとできるとイメージできることでもうほぼ叶ったのと一緒なんですよね 自分ができるってイメージを持てばもうほぼそれはね叶ったと一緒なんですよだから多分叶うんですけどでこれが思いつかない時にはですねもうさっさとですねその答えを持っている人にお金を払ってでも聞いちゃった方が早いなって改めて実感しました今回あの特別プランであの個別で 期間中は何度でも質問し放題というプランをお願いしたんで普通のプランの3倍のお金払ってるんですけれども、えー、早く答えが出て早く構築できる方が私にとっては価値があるんですよなぜならば早く構築できるっていうことはそれなりにお金が立つポイントの時期が早くなるからその3倍払ったとしても3倍早くそれが回収できれば問題ないわけじゃないですか でその金額もその圧縮された分3倍どころじゃない5倍とか10倍の圧縮度合いと成果の上がり具合がそのアイディア一つによって生まれるんだったら全然高くないと思うんですよね、まあ、だからそこを自分を信じるっていうこととその選んだコンサルの先生を信じるっていうことと両方必要になるんですけど、まあ、そこにだからベットする賭けですよ自分の 人生の可能性にお金をかけるみたいなそんな感じで受講料を払って粛々と課題をこなしながらビジネスの再構築とやり直しを今やってる最中なんですね。でこの時に私思ってるのがあのね皆さんこう何て言うのかな課題とか宿題なんかやらなくちゃみたいな感じでやる方多いんですけど。う とな,なんでだろうって思うんですよ私今やっててめちゃくちゃ楽しいんですよだって今まで一人で考えて一生懸命考えて調べながらやってたものもあるんですでその答えが簡単に出るんですよね下手すると踏んで出る5分で出ちゃうっていう場合だってあるわけで。それはそれだけの実績と時間を経て プロフェッショナルの状態としてやってくださっている方の意見だから私が1時間とか2時間悩んでることも5分で解決しちゃうなんならもっと長い期間悩んでることも5分で解決してしまうで私の方もそうです私のクライアントさんにすっごく2週間悩んでたってことを5分で解決する回答をやっぱり言えるんですよねそれは私の経験値があるからなんですよだとするとなんか一人で悩んで 答えが出ない状態をずっと過ごすってどれだけ時間のロスとお金未来のお金をロスしてるんだろうっていうふうに思うともっっったいいいななてうううふうに思っちゃうんですよねでもう一つのエピソードが私のクライアントさんのねエピソードなんですけど、えー、っと今の授業が芳しくないので。 まあ、そこはちょっとやっぱりしんどいなっていうふうに思ったところが私もあるのでの今の授業を手を入れて相手を変えて内容を変えてもう一度再販するか全く違う授業をねやってみるかっていうことをあの考えたらしいんですよその方はねで2つのプラン聞かせてもらってあのの全く違う授業の方に関して私反対したんですよな、えー、なぜならば その方は、えー、後ろがないっていうか時間がないんですよ早く売り上げ立てなくちゃいけない内容だったんですねそ,それなのにその新規事業をめちゃくちゃライバルが多くてめちゃくちゃ今からやったら時間がかかるような内容のものを選んでしまっていたんですよであのこれはいいんですよあのグループコンサルティングの中でこんなことを考えてますって言われたのを アドバイスするっていう回だから言ってもらえればもちろんアドバイスはするんでその1個目のそれは私は反対だっていうことを言って理由はちゃんと言ってありますさっき言ったようにもうすでにライバルがひしめいてるところに今から無防備な状態で入って売り上げが立つまで何年かかるのかっていう内容を言ってきたのでそちらはないなとで既存の商品を手を入れて、まあ、市場調査は必要になるんですけど手を入れて再販する方が早いって。 思ったんですよねだから優先順位は既存の商品に手を入れて再販すること、えー、売る相手を変えることこれを推奨しましたこれ私の判断ですだけれども彼女は最初そのの全く新ししい事業の方を手を手つけよようとしてたんですよ私が下手すると1年から2年かかる内容かかっても他のライバルに負けるかもっていう内容ですでここであのー 気気づづくく方は気づくかもしれないんですけど自分一人で考えてたらそのレッドオーシャンと呼ばれるライバルが多すぎる方の授業を選んだことになるんですよその方はおそらくもう,もう今まさにやり始めてるようなことをおっしゃってたんでねで私は反対ですっていうふうに言いましたあのそこは自分のために、うん、知識教養として入れていくのは構わないけどそれをビジネスにするのは今からだと遅い相当特化しているものすごい 技術とか切り口がない限りそこで勝負するのはあのお金化する前に自分が潰れるっていう話をしました自分が潰れるっていうのは月最低いくらないと生活が維持できないっていうそのボーダーラインを切ってしまうのがすぐに目に見えたからですねで結果まあもともと持っている方のビジネスを再販するっていう方をやりましょうっていう風に振ったんでそっちの方で調査してもらってるんですけど ということはこ,こういったあの自分が思った道を違うよっていうことを俯瞰的に話せる人の意見要は自分自身を自分が分かりきっていない状態で作るビジネスって失敗する確率が高いですすごく。でそれは私は何人も見てきてるからそれはうまくいかないよっていうのを。 一般論から言うことはできます。ただその人がめちゃくちゃ強い意志を持ちいや天地をひっくり返してでもやり,にやり抜くって決めたら100%否定できないだから99%っていうのはよく言いますけれどもね1%の可能性は否定しきれないまあ、た,ただ私が99%ダメっていうのは大体駄目なんですよ。<laughs> 特に期限が決まってて急いで、 どうにかお金作んなきゃいけないっていう人にとっては無理っていうものは無理って最初から言うんですよねこれを言ってもらって、えー、行くべき方向、方向変換舵取りを変えるわけじゃないですかそうすると無駄な道を行ったらダメだったって,言って戻ってきてまた新しい道を探すより全然早くその道にたどり着ける可能性が上がりますよねだからあのそういう意味ではその話をきちんと 対応できる状態の道筋を示してくれるコンサルタントの存在っていうのは非常に大きいなと自分が自分でコンサルティングされてて感じますだから課題は自分のためにやってるんですよねあの新しい商品を作るためにだからそれが嫌とか時間がないとかめちゃくちゃ後回しになるって いやビジネス自分のビジネスを後回しにしてるのとほぼ変わらないので、まあ、そういう方ってやっぱりうまくいかないんですよねだからあの自分を知ってビジネスを発展させることにいくらお金を投資できるかっていうのも同じでお金がないから投資できないっていう人は未来の自分を信じてないっていうことになるじゃないですかだから投資できないんですよね私借金してでもこれがいくって決めてるものは一番大きな借金150万ですけれども 当時ですね10年ぐらい前そ,その時に月給月賞がまだ20万稼げてない時に150万って結構大きい投資をしましただからその分めちゃくちゃ必死に作った商品売るっていうことをすごく考えました1年半かかりましたけれどもね回収は1年半で、えっと、さらにプラスアルファの売り上げ立てるのにあともう2年かかって。 でも結果150万が800万まで伸ばすことはできたので回収としてそれは大きな学びだったんですけれどもねなのでいくら投資できるかもちろんその方の経済状況で違うんですけれどもあの自分で何とか頑張ってみるっていうことの特に事業構築の初期はもう 答えを聞いてしまって正しい道をひたすら邁進する方が圧倒的に成果が出るのが早いし無駄金を払うリスクも減りますすごくその方がねだからどういう誰を選ぶのかってそこはまあ慎重にならないといけないんですけどここでお金は出し惜しみしない方がお金は大きく膨らみますはいなので、あのー、リスクを取りに行かない人って当たり前だけどやっぱ大きくならないんですよ リスクを取りに行く。そうだな例えば生徒さんが減るリスクって取れますか <laughs>、えー、授業替えをしたり、えー、っと対象売る対象を変えてやる場合に金額上げたりとか内容を変えたりするとお客さんが今までいた人が去っていくっていうのはすごくよくあるんですよ。だけれどもその去っていかれる新しいのが入ってこないっていったら当たり前のように売り上げ落ちますよね。 その新しい人を捕まえに行くんだっていう強い意志と決意がなければ今の人と別れるってことできないじゃないですか別れてしまうかもしれない施策はできないじゃないですか,かここが結構ビジネスを大きくしていく時の分岐点であの絶対に手放したくないとか今の生活水準を落としたくないとかって計算するタイプの人って小さくまとまります。 ちょっとずつちょっとずつ年々増えるかなみたいなこうバーンと大きく私もバーンと大きく伸ばしてきたんですけどその大きく伸ばす時ってやっぱり犠牲になるものが、まあ、例えば今までのねクライアントさんとのお別れとか、まあ、扱う値段の層が変わっちゃうからある意味当然といえば当然なんですけど。 そういうのも含めて自分がどこまで行きたいのか何をしたいのかっていう発展させることに対してお金を払うのかっていうものももちろんあるしお金がない状態で借金をしてでもそれを回収するという意気込みで申し込んで頑張るのかとかその、ね、払う金額にもよるんですけれども自分は、ね、いくらぐらいまで投資できるんだろうっていう投資とリターンの関係ですね。はい、リターンはでも あの学びに対してのリターンは自分が頑張ればリターンってほぼ確実に来ますよ自分が頑張ればだからそういう意味ではギャンブルよりも全然確率高いですよ自分が頑張って正しい頑張り方をすれば大抵結果が出るので、はい、市場とかね世間事情があまりにも悪かったら無理なんですけどそうでない限りは大抵結果が出ますということはいくらまでお金を投資できるのかって言ったら 稼ぎたい額の5分の1ぐらいは年してもいいんじゃないですかって思ってます500万稼ぎたかったら100万ぐらいは OK1000、OK、万稼ぎたかったら200万まで OK みたいな感じですもっと安くて1000万稼げれば一番いいんですけどね20万とかで、うん、なかなかそこまれなんですけどね学びの内容と深さと大体いい稼げる金額って比例するところがあるので知恵になるないしはそこ 即成果が出るような内容を教えてくれるようなケースあとカスタマイズされたもので広い知見で見ていただけるようなケースがあるコンサルティングに関しては当然ですけどやっぱり高くなるやっぱそれはそれだけのお金のリターンが来るようなことを教えてもらえるからですねこのお金の使い方っていうのを教室業の先生はあまりやらないタイプの人が多い私はもともと営業職だったからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、そこもやったりすることが多いんですね なので、あのビジネスを発展させるときには、場合によっては、えっとうまく現状維持で売り上げもう推移すれば一番ですけど、場合によってはちょっとね、斜め、下がる、しゃがむ、そして飛ぶみたいな、うん、<laughs> V 字回復みたいな、うん、やり方がいいかなと思ったりもします。はい。 ということで、えっと、いくら投資できるのかって言ったら、まあ、5倍稼ぐって私は決めているので5分の1までは投資できるっていう感じですね、受講料の。うん、あもちろんそれ以上に全然稼いでいるような内容を教えてもらって実践してできているものもあるのでそこはやっぱり1つ覚悟を決めるというのも大事になるんじゃないかなとうう思っていいまます、はい、以上と、ま、とめに入りたいと思います。 あなたは自分を知ってビジネスを発展させることにおいていくらまでのお金を投資できますか、えー、私の持論だと5倍稼げるイメージでそれを習うと決めるのであればその習,い習って払う金額は、えー、5分の1まで OK つまり100万稼ぎたかったらその学びのために20万200万稼ぎたかったら40万そんな感じですねはい 100万、うん、だったらそう200万だったら40万、はい、そんなところになりますので、えー、っと無料だけでどうにか済まそうとしている人は小さく当然まとまるしなかなか成果出にくい目標を汗水垂らして実践をしていくっていうことになりますので有益な正しく早くできる方法をお金を払ってでも知るっていうのは結構大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。 はい。以上になります。ご参考にしてください。それでは。